はい、こんにちは。今回はマイナーではありますが、ゼロ Linux というアーチ Linux ベースのよくカスタマイズされた Linux について紹介させていただきたいと思います。ゼロ Linux は安定性に定評のあるアーチ Linux をベースとしていて、導入が簡単な Linux として開発されています。こちらの開発者の方も言ってるんですけども、このゼロ Linux は趣味のディストリビューションです。その目標は、十分に最適化カスタマイズされた KDE プラズマを使用して、Arch Linux を簡単にインストールする方法を提供することですと書いてあります。また、ある程度の知識が必要な Arch Linux ベースとなっておりますので、自信のある方だけ利用してくださいと書いてあります。が、自分の感想を言いますと、結構使いやすい、ユーザーフレンドリーな OS だと感じました。まあ、開発側に立って考えると、ユーザーサポートに関して責任を持つというのはかなりの労力がありますので、そこら辺は避けたかったのかもしれません。ダウンロード前にそちらに同意する必要がありますので、同意してダウンロードをしてください。起動しますと、ウェルカム画面が表示されます。Welcome to Zero Linux。こちらの Launch Installer というボタンをクリックします。言語選択のプルダウンで日本語の方を見つけようと思ったんですが、日本語が表示されていません。これはですね、単に文字化けしているだけです。右の方にですね、ジャパニーズと書いてあるところがありますので、そちらを選択。表示の方がすべて四角、豆腐みたいな表示になります。文字化けしてますね。これはインストーラーの中に日本語フォントが入ってないことが原因です。まあ自分はこちらのインストーラー何度も使ってますので、気にせずに続けていきます。なんとなくわかります。ちなみに文字化けに抵抗がある方は、次のコマンドを打ってください。sudo pacman-sy sudo pacman-s otf-ipa フォント、これで日本語フォントがインストールされます。まあ本来これをやってからインストーラーを立ち上げるべきですね。はい、インストールの方が完了して日本語で入れましたので、表示ぐらいは日本語になってるかなと思ったんですけれども、やっぱり文字化けのままですね。ということで日本語表示させるためにフォントの方を入れていきます。コマンド2つ入れます。 sudo pacman-sy、 こちらのコマンドでパッケージリストの方を最新化します。そして sudo pacman-s otf-ipa フォント、これで ipa フォントの方をダウンロードインストールします。インストールが完了しましたら一度ログアウトしてログインしてください。はい、これで正常に日本語表示されました。はい、そしてですね、こちらのゼロ Linux、インストール直後では日本語入力できるようにはなっていません。ゼロ Linux は Arch Linux ベースの Linux ですので、Arch Linux で日本語入力をするための設定がありますので、そちらの方をやっていきます。まず必要パッケージのインストール。sudo pacman-s phytex-musc-phytex-if-phytex-config-tool、 こちらのコマンドを打ちます。次にファイラーを開き .xprofile というファイルを作成します。ちなみにこのドットから始まるファイルは各自ファイルとなりますので、ファイラーで各自ファイルを表示にしておかないと表示することができません。作成したファイルをテキストエディターで開いて中身に3行ほど書き込みます。この内容に関しては概要欄の方に貼っておきます。そして一旦ログアウトして再びログイン。この状態でテキストエディターを起動して日本語入力を試すと、ちゃんと日本語入力できるようになっています。こちらのゼロ Linux ターミナルを立ち上げるとシステム情報、ハードウェアの情報が表示されます。今はバーチャルボックス上、仮想環境上で立ち上げています。デスクトップ環境は KDE プラズマが採用されてますね。そのため入っているアプリも KDE 関係のものが多いです。インターネットのカテゴリーには KDE コネクトが入っています。KDE コネクトに関しては前回の動画、KDE ネオンの紹介動画の9分目で紹介してますので、よろしければご覧になってください。オフィスのカテゴリーの中にはカレンダー、カレンダーのスペルが C ではなくて K になってますね。さすが KDE 関係のアプリです。
立ち上げてみますと、カレンダーというよりもむしろスケジューラーに近い感じのアプリですね。ビジネスなんかで便利そうです。こうやってスケジュールを入れていくっていう感じですね。結構ビジネスで使えそうな感じです。同じオフィスのカテゴリーにオクラというものがありますが、これは文書ビューアー、ドキュメントビューアーです。ということで、リブレオフィスみたいなオフィスソフトは入ってませんので、必要だったらウェルカムスクリーンのインストールアプリケーションズの方からリブレオフィスの方をインストールしてみてください。他にはシステムのカテゴリーにグラブカスタマイザーが入っています。このグラブカスタマイザー、リアルブートとかをする方にとっては非常に有益なソフトで、 GUI グラフィカルユーザーインターフェースで OS の起動優先順位や待ち時間の方を設定することができます。ブート画面の背景なんかも変更することができます。ファイラーはドルフィン、 KDE デスクトップ環境の代表的なファイラーですね。このゼロリナックスでは左ペインの背景が透過する感じにカスタマイズされてますね。結構かっこいいです。それとウィンドウを動かすときに揺れるウィンドウの効果が初めから設定されています。それとアプリケーションのメニューが上部のタスクバーに統合されていますね。これは Unity デスクトップ環境の特徴で、解像度が低いディスプレイでも広く画面を使うことができる一方で、メニューとウィンドウが離れているため視点が行ったり来たりするという欠点もあります。高解像度のディスプレイでは少し使い勝手が悪いかなというのが自分の感想です。そしてこのドルフィン、 F3 キーで画面の分割ができますので、コピーとか移動とかそういうのが結構やりやすいですね。2画面ファイラーに対応しています。画面レイアウト、左上がアプリケーションメニュー、真ん中が時計ですね。右の方にはいくつかアイコンが並んでいます。この役分けというアイコンの方をクリックすると、ドロップダウンターミナルが表示されます。こちらは F12 キーでも表示することができますので、素早くターミナルを起動させることができます。そしてアップデートの通知にクリップボードマネージャーもあります。クリップボードマネージャーは今までクリップボード、コントロールシートかでコピーしたテキストの履歴を積み上げていくものになります。そして右上が仮想デスクトップの切り替えのボタンです。仮想デスクトップの数を増やすことができますね。Firefox とファイラー、アプリケーションを複数立ち上げてみます。ところで、アプリケーションをアクティブにした時の動きが面白いですね。今までアクティブだったウィンドウがぴょこっと後ろに隠れるような動きをします。そして先ほどのボタンを押すことで、ワークスペースと同時に起動しているアプリの一覧も表示されますので、アプリの方を別のデスクトップ、ワークスペースの方に移動させることもできます。これは GNOME デスクトップ環境でいうアクティビティの機能になります。どちらも滑らかにアニメーション動いてくれますね。またドックランチャーの方に起動しているアプリケーションの一覧を表示させる機能もあります。先ほどのワークスペースの切り替えの画面でも代用することはできますので、使いやすい方を使っていただければいいかと思います。ちなみにキーボードの Alt プラスタブを押すことでアプリケーションの切り替えもできます。こんな感じのアニメーション効果になっています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はゼロリナックスについての紹介をさせていただきました。あくまで個人の趣味で作っているリナックスということで、サポートについては保証ができませんので、メインとして使う分には少し不安がありますね。ただ今回見ていただいた通り、安定性に定評のあるアーチリナックスをベースとして、使いやすいユーザーインターフェースや、見た目が面白いアニメーション効果を多用しており、使っていてセンスがいいな、面白いなっていう風に感じました。世間的にはあまり知られていない OS ですが、個人的には継続してウォッチしていきたい Linux ですね。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。